中田あっちゃん問題ですね。私は中田さんの言うブランディングどうこうは表面的な理由であって、ああなるほどね、ちょっと説得力あるな。おしゃべり岡田敏夫メーカーですね、例のひろゆきのですね、ひろゆきメーカーを開発した会社が作ったものがようやっと公開されます。あさってですね、11月8日のですね、お昼12時に公開だそうです。無料で誰にでも使えます。ひろゆきと同じくですね、使い方も無制限です。まあこんな感じですね、ちょっとあの画面に、これはあの仮に作ったもんだそうなので、おしゃべり敏夫メーカー。でここにですね、真ん中にですね、自分で好きなようにテキストを打って喋らせるのボタンを押すとですね、喋ってくれて、それをダウンロードもできるしですね、ツイッターでシェアすることもできるというですね、本当にね、これやって大丈夫かなと、まあ、僕も思いますね。っていうのはオリラジのですね、中田さんがですね、ついあの 2,3 日前かな、 YouTube 大学のですね、切り抜きを禁止したのをですね、自分のまあセカンドチャンネルみたいなところで説明されてたんですね。で、まあ、中田さんとしてはですね、切り抜きすら禁止なんですよ。切り抜きで自分が言ったことをですね、大げさなサムネとかつけられて流されたら自分のブランドイメージが壊れると。でこれからはですね、我々はブランディングというのを大事にしたいというようなことを言ってですね、僕はそれを聞きながら、本当にこの人は喋ってることは賢げだけども頭悪いなと正直思ってみてですね、逆なんですよ、もうあっちゃん逆、あっちゃん前失敗したじゃん、今後顔を出さずに全部ですね、あのバーチャルのキャラでやるって言ってですね、もう撤回したでしょ、あれと同じですね、時代逆なんですよ。そっちの方向のブランディング行ってもですね、意味ないんですよ。それでクオリティ上がらない、それでプログレスに入る人数増えたりしないんですよ。なのでですね、まあまあ、だからといってですね、逆だと僕は思うんですけどですね、だからといって、まあ僕みたいにですね、メーカーを作ってですね、誰にでも何でも喋らせるようにするのが正しいのかっていうと、これもですね、行き過ぎな気がするんですね。本当にね、なんだろうね、もしやるとしてもですね、あと1年か2年待った方がいい気がするんですよね。あの皆さんもとりあえずですね、 Google 様に怒らない範囲でいろいろ遊んでください。次です。中田あっちゃん問題ですね。僕は前回の配信でですね、中田あっちゃんのですね、ブランディングのために切り抜き合いますって言ったら、いやそれは握手じゃろうアリンコっていうですね、寝てる会場みたいなことを言ったんですけど、それに関しての返事です。ひまわりの種さん、岡田敏夫とかひろゆきみたいな無編集で放送しているものの切り抜きは理解できるけど、中田敦彦って台本書いてキャプも用意して編集して動画上げてるから、中田敦彦側にメリットないんだよねって書いてあります。これはね、どうでしょうね。メリットないってことは僕ないと思うんですよ。どんなにその完成度を上げて編集したつもりでも、映画って映画の作り手がしたら、からしたらもうこの見せ方しかない、絶対にこの1時間半とか2時間とか必要だと思って作るじゃないですか。ところがどんな映画にもですね、予告編というのは存在するし、それが金曜ロードショーにかかるときはまあ当たり前だけども、まあ、20分ぐらいカットされるし、それが午後のロードショーですね、テレビ東京の午後のロードショーにかかるときは場合によって半分ぐらいの尺になって、それでもオンエアされるんですよね。だからあらゆるエンタメ、まあ例え教養系であれ何であれはですね、編集可能であるっていうのが、一応はその昔映像の製造側っていうか制作側にいた自分の自覚なんですよ。だからその完璧に作って台本も仕上げて脚本も作って40分の尺になってるから、それ以上編集して公開してもしょうがないっていうのはそうじゃないと思います。ちゃんと告知効果あるし、その短い8分とか5分で見てくれて本編の方に飛んでくる人っていうのはいると思います。次、マスピーさん、同じ中田さんの話ですね。中田さんの切り抜き禁止についてですが、私は中田さんの言うブランディングどうこうは表面的な理由であって、根本の理由は純粋に切り抜いても面白くならないからだと思います。岡田さんやひろゆきさんみたいに好きなことを好きなように語ったり、自分の意見を語ったりする動画は部分部分を抽出したりつなぎ合わせたりすることで新しい面白さを生むことができますが、中田さんのように本に書いてある丸まま内容をギリギリまで削って語る方の動画というのは、切り抜きをしても面白さが下がる一方であり、需要がなく印象も下がるものを増産されることに意味を感じなかったからだと思います。
ああ、なるほどね。これはなんかちょっと説得力あるな。まあでもこれもさっきの予告編理論で、いや、それでもメリットはある。見る方にもメリットはあるし、動線、導く線として中田さんの本チャンネルへの動線にはなったんじゃないかと、あれからちょっと思ってるんですけど、まあ少し説得力を感じてます。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。